リバプールのエジプト代表 FW、モハメド・サラは、マンチェスター・ユナイテッドから3点を、う活躍で5、例の対象の立役者となった。このみ、でのゴールにより、プレミアリーグにおける、フリカ出身選手の最多得点記録も塗り替え、いる。今シーズンのリバプールはダゾーンで、いつでも、こでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、リバ、ルは、 現地時間24日に行われたプレミアリー第9節のアウェーゲームでユナイテッドとタイ序盤に2点を奪った後前半のうちにサラーさらに2点を加え後半立ち上がりにも裏へ抜け出したサラーがハットトリック達成となる無5点目のゴールを蹴り込んだこれでサラーはプレミアリーグで 通算167試合に出場して107得。元チェルシーのコートジボアール代表 FWD。いえ、ドログバシが保持していた通算104.6を上回り、アフリカ出身選手としてはプレアリーグで歴代単独最多のゴール数を記録。他選手となった。ドログバシは2度のチェルシー。在籍でリーグ戦通算264試合に出場して104得点を6。 サラーは、チェルシーで2得点、リバプールで105点を記録しており、単独クラブで上げた得点でも、ドログバシを上回って、アフリカ選手祭となった。サラーは今季プレミアリーグで9位、出場10得点、公式戦、合計12試合で15得点と絶好調。5、ままの調子を維持すれば、今後も様々な記録を理解ていくことになるかもしれない。量